これもね、ダイヤモンド名物コーナーでしたけども、はい、レゲエダジャレのコーナー行ってみましょ う。レゲエダジャレのコーナー、しかも今日はレゲエダジャレ選手権、イエ、素晴らしい、というところ最高です。はい、レゲエの言葉ね、アーティスト名とか曲名とか、うん、レゲエのワードを使ってダジャレを織り交ぜながら文章を作っていくという、そうです、この高等テクニック、はい、で、この場で、その人に電話して、生電話で、生電話出演で、スペシャルゲストの方に、はい、レゲエダジャレを披露していただこうということです。そうです、そうなんです。まず一人目の方は、じゃあこれはもうどなたでしょう。 どうしますか。もう行っちゃっていいのか、まあ押してるしね。ああ、もう繋がるの。ああ、そうやな、そうね、繋がる繋がれへんも戸惑ったりする時もありますから。ほんなら俺今パッて一瞬かけて、はい、これもう一回切ってもう一回かけるわって言ってあ、でもでも、もう次かかってきた時がスタートですとは言ってやんねんけど。ああ、なるほど。じゃあそれでいいんじゃない。もう始める状態からつかけたらいいんじゃない。あ、そういうことですね。こうするってことですか。はい、じゃあ、一人目のチャレンジャーにかけたいと思います。誰なんでしょう。あ、一応このお題があるんですね。レゲエダジャレで今年の抱負を教えてくださいという。ちょ、黙れ今黙るとこ、今これ言うことが起こる。着地点はね、今年の抱負だ、終わり。あ、もしもし、お疲れ様です。久富くんですか。久富です。久富。お疲れ様です。ダイヤマラジオです。あ、来ましたね、この時間。うん。ボンボン。ちょっと押してて遅くなりましたが。はい。はい。どんなん、はい、あの忙しかったと思うねんけど、今日とか忙しくなかった大丈夫？今日は全然あのゆっくりしてました。あ、ほんま？はい。なんかどんな近況とかどんなんですか。そうですね、うん、まだ今年、まあ、3ヶ月しかねまだ経ってないんですけど、うんうんうん、今年はあの本当に混沌とした、そうやね、混沌としたもうね、いろんなことがあって、そんないろんなことが起こってるなと思う中で、はい、僕あのお笑いが好きなんですけど、昔から。うんうんうん、で、あのね、昔からのダウンタウンのまっちゃん大好きなんですけど、はい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 、最近、あの、ご存知かと思うんですが、あの、週刊ブージューにやられてるじゃないですか。週刊ブージューにね。ブージュー法でね。週刊ブージューにブージュー法でやられてるじゃないですか。そうやね、うん、怖いよね、週刊ブージュー。いや、そうなんですよ、うん、本当にあの僕の感覚では、うん、これでまっちゃんが、ね、うん、あのテレビとか出れないとかなったら、うん、そんなんダミアンと思うそらダミアン、そらそんなそんなダミアン、そのね、エンターテイメントのもうええこと言う、久富、そんな絶対ダミアン、トップにいる人そんなダミアンって言うね、もうそらダミアン、そらダミアン、はい、はい、で、そうなったらもうもうそんなもん、もう我慢できないですよ、僕は。もう我慢、もう我慢できない。もう我慢です、そらね。はい、もう、まあ、もう、まあ、そんなね、うん、あの、ちょっとネガティブなことから始まったんですが、あの、まあ、イメージあるかと思うんですけど。混沌としてたからね、もう。混沌とした始まりで、本当にあの、うん、いろいろありますけど。うん、はい、はい。僕はあの、アウトドアを楽しみがちっていうイメージが、やっぱりあの皆さんにちょっと周知されてきたかなと思うんですが、うん、そうやね、してますしてますもう、はいはい、まあ、その中でもあの例えば釣りとかもしてて。あ、そうなんや、はい、はいはいはい、あの僕自身にスキルはないんですけど、あの漁師町に知り合いがいて、うん、あのその人たちはもう本当に釣りのプロみたいなプロなんや。なるほどね。そうですよ、はい。ね、まあ、やっぱりあの船で行くんで、うんうんうん、あのやっぱ狙うのは男アーモンというか、うんうんうん、その小さいのよりはやっぱアーモンドブリッを狙ってるんですけど
やっぱあれやな、ハマチよりもブリやな。もうあの出世を最上級のブリブリ。そうやね、やっぱ男やったらそこを狙わんと。はいはい、さすがラガナ。ラガナ結構あの船ってあの波が強いと沖まで行けないんで、そういう時はあの、うん、湾内っていうかこう近場で釣るんですけど、そういうところではあの、うん、いいカマウス釣れるんですよ。いいカマウス釣れるんですよね。サイズのね、もう、はい、もうね、干物にしたらすごく美味しい。それいいカマウスってなったらそのどれぐらいのサイズになってくるの？20センチ、30センチぐらいからいいカマウスですね。なるほど。まあ、30以下やったらまあリリースとかも考えるけど、やっぱ30超えてくると、やっぱいいカマウスに。いいカマウスですね。で、それをまあ、持って帰って、はい、その日にさばいて、はい、あの、缶ビールをプシンと開けて。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 はい、いいですね。やってます。いいカマウス当てに。はい。あとはね、また、あの、キャンプとかね、団長とかも行ったりしますけど。そうやな、うん。その中でも料理とかね、うん、ちょっと楽しんでまして。うん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 。まあ、いろいろやるんですけど、イタリアンだったらクリームチーズラスタとか。やっぱね、イタリアンのクリームチーズラスタ。ラスタ。はい、あの明太クリームラスタとかも。はい。ね。やるんですけど、はい、まあ、カレーを作るのも結構持ってまして。うん、そうやな。うんうん。食べたことあるわ。はい、うん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 。スパイスとかもいっぱい買っちゃうんですよ。うん、せやな、せやな。スパイスな。スパイス。スパイス。スパイスを買うよね、やっぱね。はい。で、まあ、スパイスカレーっていうぐらいなんで、スパイスなんてね、もう、あれば、アルボロジンですよ。なんで、なんで、なんで。もう、スパイスの種類は、あれば、アルボロジンですよ。アルボロジンね。アルボロジン。あれば、アルボロジン。あれば、アルボロジンですね。いや、そりゃもうアルボロジーは、それもあったらあっただけや、あっただけはいいから、アルボロジーね。アルボロジーは、はい、まあ、そりゃでもこれもこれ難しいもんで、スパイスカレーっていうのは、うん、こう水をちょっと入れすぎると、うん、シャバシャバにせえな、シャバシャバになるよね、そりゃ、そりゃ、うん、まあ味もね、こう薄い感じで、うん、あるかラインかわからんから味もな強い、あるかラインか、それそんなカレーは、うん、そんな味があるかラインかもないようなカレーは食べたくないもんだって。そうなんですよ、うん、なるほどね。やっぱ、まあ、でも、うん、そういう、まあ、難しい技術、スキルが必要ということはあるんですけど、うん、やっぱ気持ちが第一で、はい、やっぱり気持ちを込めて、うん、おいしずらーれ、おいしずらーれって言われながら作ると、やっぱりね、その、はい、思いがこもってないとね、おいしずらーれ。そうですね。うん、不思議なもんで、そう気持ち込めたら、いつもキャンプに行ってるあのアポロとかも、うん、おいちーのって言ってくれますね。おいちーの、おいちーの、おいちーのね。そら、そら言いますわ。はい、うん、ありがたいことで。だって味があるかないかわからんもんじゃないわけやもん。だってやっぱしっかり味も、はい、ね、ついてあれしていくわけやから。そうですね。まあ、そんなことしながらも、ちゃんと曲とかも今年は やっておりまして、そうね、うんうん、まあ、自分自身いろんなスタイルというか、いろんな雰囲気の曲をやってきたんですけど、まあここ最近は一周回り回って、一周回り回り回ってね、回り回ってね、原点に帰ってきたというか。なるほど。はい、トラック選びもしっくりくるリズムにとって、トラック選びだけにしっくりくる。バンバン歌を書いて、バンバン歌を書いて、はい、綺麗にリズムで、はい、
マジとで仲間たちと肩を並べながら、肩を並べながら、並べながら、チャラララッタララッタラッタラ言うて、並べながら、並べながら、はい、まあディワリディワリと目標に向かって、強い、強いぞっていうのが、まあ今年の抱負ってことですね。そうですね、汗ダックダックかきながらまだあったまだあった強い、まあ、まあそんな調子で、うん、あの私は私は私はね、はい、私も1年好きにやっていこうじゃないかと思います。わあ素晴らしい、強いぞ、強いの来たぞこれ。すごい、久富選手スタンディングオベーションが起きております。ありがとうございます。もう変な緊張してたいやいやほんま、あの実はこれ一人目のあオープニングやってんけど、はい、いやもう、はい、最高のスタートダッシュが、さすがですね、よかったです。次の後の2人は震えてますよこれは。はい、僕も見たいと思います。いや、むちゃくちゃ面白かったです。はい、ありがとうございます。さとみ、ありがとう。あ、りょうさん、ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、ね、今年はデュアリデュアリと、はい、目指して、はい、汗ダックダック書いて、ダックで、はい、ダックダックでね。はい。また、だから味があるかラインかわからんのじゃなくて、しっかり美味しいカレー。はい、美味しずらーれと思いながら。美味しずらーれ。美味しずらーれ。今年もやっぱ楽しいことはもうアルバラーでいいからね。あ、そうやな、そうや。アルバラーでいいから。なんぼでも。いや、もう最高でした。はい。はい。いや、じゃあ、また、参加してください。ぜひ、ぜひお願いします。ありがとうね、ほんまに忙しいとこ。はい、こちらこそありがとうございました。すいません、一人目の電話ゲスト、久富でした。イエーイ、リスペクト、ありがとうね、お疲れ様です。いや、ちょっと腹よじれたな。いや、強い、ちょっとこれは強すぎるんちゃう。めちゃくちゃ面白かってんけど。すごいなね、これまあ、冒頭言った通りね、レゲエが分からなかったらちょっと分かりにくいところもあるかもしれませんけども、かなりのもんが来ております、今。はい。あればアルバローゼ、あればアルバローゼ、あればアルバローゼ、あるからラインか、あるからラインか、分からない。ね、はい、言うてますが、はい、じゃあ、ね、まあ、はい、こういう感じやというのも分かってもらえたんじゃないでしょうか。もうこんなもんはね、説明するよりも聞いてもらった方がいい。まあまあまあ、はい、すごいな。ちょっと水一口飲むわ、もう、ね、口カラカラだった。まあこの調子で一人目の電話ゲスト、久富でしたけども、はい、今日あと2人、あと2人も皆さん、レゲエダジャレの使い手が、師範たちが、まだ聞けるんです、まだ聞けますよ、楽しみですねこれ。じゃあ次のチャレンジャーに電話してみますか、はい、レゲエダジャレで今年の抱負を教えてください。 MZ さんの方から電話していただきましょう、はい、誰なんでしょうか。かけます。出るかな。もしもし。お疲れ。お疲れ様です。ごめんごめん、電話遅くなってしまって。ああ、全然大丈夫ですよ。じゃあ、ちょっともう今番組の始まってて、はい、紹介させてもらいます。はい、チェホンくんです。どうも、レゲエ TJ のチェホンです。レゲエ TJ のチェホンです。見たまあ、この番組で、ね、伝説を残してくれてますけどね、このレゲエダジャレで、はい、いや、ありがとうございます。本当もう季節になったっていうことで、いや、はい、またやってくれるとは。ありがとう、チェホン。ああ、
そう、いや、いいんですか逆に本当に。こんなことにちょっとしょうもないもしか出さないんですけど。いや それを真剣にやるのがダイヤマなんで。あ、わかりました。じゃあちょっとお話しさせてもらいますね。まあごめん、なんか忙しいんちゃうの。いや、めっちゃ忙しかったんですけど、うん、たまたま昨日と今日オフで。あ、ほんま。ちょっと気晴らしにスノボ行ってきたんですよ。スノボ、あの、はい、スノーボード行ってきたんです。まあ、あの岐阜のヤーマンの奥の方に。岐阜のヤーマンの奥の岐阜のヤーマンの奥の方に。スノボ行ったらね、やっぱヤーマンの奥まで行かんと。ヤーマンの奥まで行ってきまして、はいはい、で昨日の朝6時ぐらいに大阪出たんですけど、うん、ちょっと雨めっちゃ降ってて、うん、プラスなんか今年雪不足かなんかで、うん、これ大丈夫かな、これだいぶスノボしづらいからんじちゃうかな思って。しづらいからんじ、そう、環境的にだいぶしづらいからんじかなって不安になってたんですよ。しづらいからんじなんで、うん、まあでも、まあ滑られへんよりかはマシか言うて、まあ、マシか言うて、そうやな、マシか言うて、ちょっとまあとりあえず向かったんすよ、うんうんうん、でまあ実際着いたら晴れて、うん、がっちり滑れる環境やったんで、よっしゃ言うて、うん、もう着替えて速攻もう外出たんすよ、うん、もう多分そこにおった誰よりも俺が滑りたい場合バイブスカーテル感じやったんですよ。誰よりもバイブス、なんて、誰よりも滑りたいバイブスカーテル感じやったんですよ。負けてないと。それはもう滑りたいバイブスカーテル。俺が一番やったと思います。誰よりもバイブスカーテル、それもな。そうです。で、まあ早速リフト乗って、うん、乗ったんですけど、久しぶりやったから、リフトって上に上がるもんじゃないですか、大体。うん、そうやんな。でもなんかそこ場所によってちょっと、地形によって下って登るみたいなリフトがあったんですよね。ほう。で、まあその下りがもうめちゃ怖くて、滑って落ちそうで、もう落ちた終わりみたいな感じで、うん、だいぶそれにビティリマクリーンやったんですよ。だいぶ下りのリフトにビティリマクって、ビティリマクリーンやったんですよ。ビティリマクリーンやったんですけど、まあ、とりあえず着いて、滑って、うん、まあ、お昼休憩、なんか食事みんなで滑ってる人ができる、休憩できる大食事みたいなのがあったんですけど、まあ、そこで飯食うことになった時に、ちょっと顔さして一人の女の子がチュンさんですかみたいな。うんうん。まあ、そらな。そらそら。写真撮ってください、みたいな感じになって、うん、で写真撮ったら、私、マリです。覚えてください。ぜひ、私の名前覚えてください。うん、まあ、マリでもいっぱいおるからな、うん、でもその子髪型ショートボブやったんですよね、うん、だからその子ショートボブのマリーちゃんで覚えようと思ってショートボブのマリーちゃんね、ショートボブのマリーちゃんで覚えたらいけるかなって、うん、そんな、まあ、ビティってられへんからな、そんなビティってられへんからで、まあとりあえず昼飯食おうってなって、うん、何しようかなと思って、まあ、ハンバーグ食べてたんですよ。だいぶ玉ねぎでかさ回しされたハンバーグをだいぶ玉ねぎでかさ回しされてたハンバーグ食べてたんですけど、かさ回しされてたか。そうなんです。でその時にラジオからだいたいゲレンデって、うん、広瀬香美の歌とかなんかその場にあった感じの曲流れるじゃないですか。わかるわかるわかる。やのになんかその笠間市のハンバーグ食べてたらいきなり笠間さん市の曲かかったんですよ。笠間さん市の曲かかった。スキー場でそのあんまり合わないじゃないですか、笠間さん市の曲は。その笠間ラダマスイのあのハンバーグもあれやったけど、笠間さん市の曲かかった。笠間さん市ラダマスイの。でまあ珍しいなぁ言うてたんですけど、まあ、とりあえず飯食って、うん、あの午後の滑り出かけたら、うん、一緒に行ってた外人の友達のスティーブンスってやつがちょっとはぐれたというか迷子だったというか、うん、スノボあるあるなんですけどちょっと見失ってしまって、うん、あれあいつどこ行ったんやスティーブンス言うて、うん、どこ行ったんやスティーブンスどこ行ったんやスティーブンス言うて、だいぶ待ってたんすけど、ちょっとまあ最終的には帰ってきて、まあ、合流できたんでよかったんすけど、まあすぐそこのゲレンデの近くのホテル取って、まあ飯食
まあ夜中12時ぐらい回ったらちょっと暇やなっつって、じゃあちょっと街出丸こうか言うて、出丸こうそれはもうちょっと街出丸こうと思って、行こうとしたんですけど、そのホテル12時以降もうシャットアウトされて外出禁止になってたんですよね。うわこれ出丸かれへんな言うてなあ、まあしゃあないからまあビキってられへんからな、まあ朝飯待って寝るかっつって、いやでもそういえば朝飯あったかなっていう話になって、うわ分からんけどまあ朝飯あるとエリっすね言うて、朝飯あるとエリっすね言うて、あるとエリっすね言うて、あるとエリっすね言うて、まあ寝たんですよでまあ寝て起きたら朝飯あったんですよ。ほうでまあでも前日ハンバーグ食って夜も揚げ物食ったんで、朝飯は健康的にサラダ食おうと思ってて、でサラダ食ったんですけど、ちなみに団長とりょうくんは何サラダが好きですか？サラダやったらシーザーサラダとかいろいろあるじゃないですか、チョレギシーザーですか、りょうくんは、団長は俺はそうやな、ポテトサラダ。あーいいっすね、僕はね圧倒的に大根サラダなんですよ。ほう、しかもシャギシャギの大根サラダなんですよもうシャギシャギの大根サラダですよ。あのやっぱな歯ごたえがな、やっぱシャギシャギじゃないとな。そうなんですよ、もうそれ食って満足したんですけど、まあ、デザートも食おうと思ってアイス食べたんですけど、アイスはちなみに何味が好きっすか？そうやな、俺はじゃあ抹茶。俺チョコ、抹茶。あ、チョコですか、うん、僕はもう圧倒的にバニウェイラー味なんだよバニアイスはもうバニウェイラー味。バニウェイラー味な、バニウェイラー味美味しいよな、バニウェイラー味バニウェイラー味を家を知って、もうそれはもうそれはもうバニウェイラーやからまあまあで、まあ今日も朝から滑って、で、まあ、昼またラーメン食って、夜も揚げ物食って、今帰ってきたんですけども、胃がムンガムンガするんですよいやそれだけ食べたらそりゃ胃がムンガムンガするわ。暴食したらやっぱ胃がムンガムンガしていて、ちょっとね、ほんとどうしたんで、いやだからちょっと体疲れたし、糖分欲しいから、今ちょっとキャラメルルシアノ飲みながらちょっと電話するんですよだいぶ糖分取れるんで、キャラメルルシアノで、キャラメルルシアノ飲みながら、あったかい、あったかい、あったかいキャラメルルシアノ買いなそれまあ飲んでちょっと落ち着いた感じなんですけどそれなんか、それあったかいキャラメルルシアノでそれはホッとするわ。そうですね、まあでも、まあ、ぶっちゃけでも僕レゲエ界なら、スノーボード滑れるランキング上位に、レゲエ界スノボ滑れるランキング上位にランキング上位、ダイエットリードランキング上位にシャバランクスインすると思うんですよシャバランクスインすると思うんですよ、まあ、東北のアーティストとか強いと思うんですけどね、ランキング的に、まあ、僕は多分775位か446位かな思ってるんですよねあなるほどな、なるほどな、まあ、それぐらいのランクかなと思って、でもやっぱこういうスノボとかするとやっぱフレッシュな気持ちになって子供の頃の子供に戻るんですよ、で童心に変えるというか、そうなんです、だからすげえ良かったんですけど、ちなみに子供の頃って得意な遊びとかありました、やってた遊びとか子供の頃ですよ。俺そうやな、あの屋根ごろ好きやったけどな、屋根ごろ行ったから、ああいいっすね、けん玉、けん玉、ああけん玉も得意やったんですね、2人ともそれが、僕はあの圧倒的にあの長方形の枠の中で真ん中線引いて、2チームに分かれてボールをこうぶつけ合うっていう、あの当たったら負け、キャッチしたらセーフみたいな、あれ競技名何でしたっけね一回教えてもらっていいですか、競技名、普通のやつ。ドッジボールかな。ああ、そうそう、プッシュホールですね。なんで？プッシュホールですね。プッシュホールが得意やったんですけど。
プッシーホールだもん。めっちゃ得意やつ。なるほどな。もう小学校で昼休みになったら校庭出て、プッシーホールやってましたよね。みんなでな、プッシーホールやってな。まあ、そういう子供の時期もあったんですけど、その頃に、まあ、比べたら、ちょっとテレビとか見る機会も少なくなってきて、大人になって。まあでも最近パッてテレビつけても、なんか不倫だったり、なんか裏金だったり、まっちゃんのセックス上のシステムとか、ビッグユース多いじゃないですか。ビッグユース多いな。ビッグユース多い。ビッグユースだらけやわ。ビッグユースだらけでしょ。でもなんか僕ああいうビッグユース見て、ああだこうだ言うやつおるじゃないですか、コメントをするやつとか。ああいうの見てたらちょっと気持ち悪くて、もうジャーキュアシーはって気持ち悪い。なあ、ジャーキュアシーは言うて言うたれ。ジャーキュアシーは気持ち悪くて言うたったらええねん。ああいうのってやっぱ一方的な意見聞くよりも、やっぱお互いの意見聞いて真実を確かめてから世の中に報道するべきやみたいな、その意見を聞いたときに、ああなるほどな、それには僕も某意見やなと思って。そらな、それは某意見、それは某意見だわ、だいぶ某意見やな、俺も某意見やわ。だからまあちょっと最近テレビも見なくなって、もう YouTube とネットクロニクスばっかり見てるんですよ。せやね、やっぱネットクロニクスはやっぱ人気やもんな、やっぱな。そうなんですよね。いろんなコンテンツがあって。なんか YouTube って最近こうライブ配信したら、お金投げ銭してもらえるの知ってます？ああ、なんかあるみたいやね。あれスーパーキャットっていうの知ってました？スーパーキャットな。あれスーパーキャットっていうの僕知らんって最近知ったんですけど。あれやろ、略してスパキャやろ。スパキャな。スパキャありがとうやつ。スパキャもうすごいなと思って。スパキャな、すごいよな。YouTube も進化してるなと思って。まあ、あとネットクロニックスなんですけど、最近めちゃくちゃおもろい日本のドラマがあって。へえ。シノビーの家っていう。シノビーの家っていう日本のね、シノビーの家ってやつな。シノビーちゃうね。日本のドラマなんですけど、これ、ね、すごい、すごいとこ出してくんだ。シノビーくんちゃうね。聞いてください。このシノビーの家っていうドラマね、ストーリーが、忍者マンの家庭に生まれた。忍者マンの家庭に生まれた、まあまあムーダワンな人生を送る。だいぶムーダワンな人生を送る人たちの話なんですよね。そらシノビーの家です。そらシノビーの家やわ。でしょ、そのストーリーはシノビーの家やわ。間違いないじゃないですか。これめっちゃおもろいんで見てください、ぜひ。やばいな、すごい。まあ、ムーダワンの池ちゃんどこで出てくるのか楽しみ。ちょっと池ちゃんはちょっと用意してなかったんですけど、今見てんのが、デマルコアポーロってしてます。何？デマルコアポーロっていうのがあるんですけど。デマルコアポーロ？マルコポーロか。デマルコアポーロ。マルコとアポーロ入ってるやん。はい。これまあ実在した人の話なんですけど、デマルコ好きやな。すいません、連発しちゃいました。すみません。いいよ、ほんでごめん。でもこのデマルコ・アポーロっていう人は、まあ絨毯というか、床に敷くガーネットガーネットしかも ふわふわのね、ふわふわのガーネットをシルクロードで売る商売人やった。なるほど。そうなんですよ。で、その商売してたら、モンゴル大陸発見したんですけど、モンゴル大陸、そこで商売さらにしようとしたら、フビライハン君にちょっと制裁受けまして、フビライハン君にちょっと制裁受けまして、はい、そのフビライハン君の射程にされるっていう話なんですけど、すごいな、フビライハン君言うたらもうすごい歴史上のもうすごい人やな。そうなんです、だいぶまちゃこしい人なんですよ、フビライハンって。だ
いぶマチャコシーですよ。マチャコシー人だね。まあそんな歴史とかは大体その大体もうマチャコシーもんやん。そいやそうですね。でもフビライハンもチンギスもだいぶマチャコシーですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとだいぶダジャレスキルが妙な使い方になってきましたね。ダジャレスキルが微妙な使い方になってきました。微妙な使い方になってきた。微妙な使い方になってきましたね。微妙な使い方、微妙な使い方になってきたら、あかん。すいません、ちょっとギア上げていきます、ね。あ、そうやな。はい、お願いします。ケツいた。なんでどうしたん？いや、ちょっと今日スノボでやっぱちょっとジャンプ台とかで生きりすぎて、うん、ケツ痛すぎて、尾てい骨だったり、うん、どれぐらい痛いか言うたら、うん、ちょもう頭をコートブキ君されたぐらい痛いんですよね。もうめっちゃ痛いじゃないですか。コートブキックされたら痛いじゃないですか。いや、やっぱコートブキくんキックはコートブキックやばいです。はい。で、まあまあまあ、もう僕も今年40ですし、もうだいぶ体も辛いんでね、うん、こう体いたわってくれるパートナーもいないじゃないですか。で、まあ独身やし、ちょっとパートナー見つけやなあなあ思ってたら、うん、最近大企業が幅広く全国に展開してる、うん、ジャンボマッチングアプリっていうのがあるんですけど。ジャンボマッチングアプリね。めちゃめちゃでかい規模でやってるんで、ジャンボマッチングアプリなんですけど。ジャンボやな。なるほどなるほど。ジャンボ、まあ、そこに登録したわけですよ。ほう。でもそこは結構敷居高くて、金持ちの男性しかいっぱいいなくて、まあ、それを狙う高フィシャな女が多いんですよ。高フィシャな女は嫌やもんな、やっぱな。そうなんですよ。かわいらしいのがいいよな、高フィシャ。高フィシャな女の人って、大体、めんどくさきっしょ人が多いじゃないですか。なんて。めんどくさきっしょい人多いじゃないですか。めんどくさきっしょい人。ボクサーキット。JTB で来てますね。なるほどな。めんどくさ、アフィシャな人はめんどくさきっしょい人が多い。めんどくさきっしょい人多いかもしれない。そうかもしれない。アフィシャな人。なんか、ちょっと自分が気に入らんことあったら、話、プシしたりするでしょ。プシしたり。何？プシ。もう、フルプシンしたりするじゃないですか。ああ、フルプシンしてるもんな。なんかな。まあ、だから、あんま苦手なんですけど。ガンプシンしてくるもんな。ガンプシンしてきますね。まあまあ、でもそのマッチングアプリのええとこは、うん、なんかこう、事前に体の関係も結びたいっていう男女も多いので、うん、そのプロフィールに、肉体関係 OK な人は、OK ベッドインって書いてるんですよ。うん、OK ベッドインって書いて、でもやっぱ付き合ってからちゃんとしたい人は、うん、NG ベッドインって書いてるんですよね。なるほど。それでうまいことちゃんとそれでみんなマッチングしてるんですけど。NG はだからその OK にしてるわけ、それは。いや、僕も NG ベッドインですね。やっぱ誠実さ見せたいし。まあでも結婚するなら、まあ、もうこの先僕もハゲてくるかもしれないし、おっさんまっしぐらなんで、結婚するならまあ今しかない時は来たって感じですね。全員揃いました。本当にお後がよろしいようで。素晴らしい。そんな毎日を送ってます。いやー、ありがとう。ほんまエキサイティングな毎日を紹介してくれて。あの、伝わってましたか？いや、全然伝わってたよ。伝わった、うん、よかったです。さすがやな。コメントは、はい、パワープレイすげえなみたいな感じだけど。まあそれがまあ僕のいいとこでもある。いや、いいとこでもあると思います。もうでも困難がいいと思います。まあちょっとだいぶもうネタが切れてきたんで。いやいや、もうありがとうございます。いや、じゃあもう今年もその勢いでね、活躍してください。まあね、本当に今めちゃくちゃ忙しいやろうけども、はい、今年もバリバリ行ってください。チェホン、もちろん抱負とか語っといた方が
がいいですか。あ、じゃあなんか抱負あるんやった最後に今年の。まあまあ今年はまあ去年以上にライブも150本やって、うん、アルバムも出して、うん、ワンマンライブもやって、うん、レーベルも立ち上げて、そこから曲も出しまくってっていう、ちょっとだいぶ精力的な活動を送って、うん、まあ、2024年どでかいパパビー打ち上げてやろうかなと思ってます。どでかいパパビー、どでかいパパビー、どでかいパパビー、どかんとね、あの楽しみしてるわ、そのどでかいパパビーを。はい、楽しみしてください、ね、よかったら、はい、助けてください、本当に。ヤーマン、ありがとうございます。ありがとうございました、こちらこそ。ヤーマン、じゃあもうお腹いっぱいです。ありがとうございました。ありがとうね、ほんまに。はい、お疲れ様です。チェホン君でした。はい、チェホンでした。ありがとう。ナイス。いやこれはまた引けを劣る、劣らない。いやさすがの師範代。やばい、後頭部痛い。怖い。後頭部キックされた。後頭部キック、後頭部キックされた。後頭部キックされた。後頭部キックされた。やばいな。すごいな。どでかいパパビー打ち上げましたね。最後にどでかいパパビー打ち上げて。打ち上げましたね。あ、すごい。はい、これまあね、もう連打というかどんどん出てくるから、ね、最初の忘れていったりするのよ ね、おもろいやつを。じゃあもう、はい、もう時間も押し押しですが。押し押しですね。もうだいぶお待たせになっちゃいました。最後のゲストですかね。じゃあ満を持して。満を持して。はい、師範代に登場してもらえますか。じゃあ電話しますね。はい。はい。じゃあかけます。ちょん。マイクもうちょっといけそう。マイクちょっと離した方がいいんちゃう。これぐらい。はい、もしもし。もしもし。あ、買うの。キャーン言ってる、キャーン言ってる、キャーン言ってる。これが使う。いけるか。もしもし。あ、大丈夫になった。いけますか。聞こえます。聞こえてるかな。お、お疲れっす。聞いてましたよ。え、聞いてた。聞いてました。聞いてた。はい。はい、なかなか二人すごかったね。はい、いやもう団長もお腹いっぱい言うてもうてましたよ。じゃあじゃあそのチェーのターンは。はい。うん。いやもうこれもう全員出たと思いますね。もう全員出てもうた。いやいや、まだまだあるでしょう。3人目のスペシャルゲストはケンティーグロス。市販代にケンティーもね、ここでもう過去にも 名作残してますけども。いや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 、もうさっきまでのはもうね、もうすごかったっすね。もう僕もお腹いっぱいなんで、もうどうですか最近調子は。最近はもうどんな感じやろな、うん、まあでも最近はそうですね、うん、ちょっとあのマットンさんのコンビネーションを次リリースに向けて言われてます。はい、なんやて言うやつなんですけど。あ、なんやてってタイトル。はい、おもろい。はい、なんやてよ。はい、でもなんやて言うて、今日はこれなんですか、あれですよね、うん、あのダジャレの会に呼ばれて。そう、いつものあのこの季節がやってきて、はい、やっぱりこのレゲエダジャレといえば、はい、ケン TG やろっていうとこをね、はい、ちょっと見せてもらいたいねんけど。いやいやいや、もう、うん、聞いてますよ。今年の方を、今年の方を、今年の方を、はい、はい、どうですか、ほんなら。え、今年の方は。いや、今年のホープはもうね、もう、うん、まあもうなんか、まあ今までみたいにね、もうバットなんとかね、うん、よりね、うん、やっぱね、もう平凡的な感じがいいんすよ。あ、そうなん。もう平凡的な感じが。平凡的な。平凡的な。平凡的な。凡的な的な。平凡的な。的なね。はい、そうなんですよ。うんうんうん、なるほど。そうなんですよね。だから、まあ、バーレズ使ってる方がマジかと思ってるし、バーレズ使ってる方が1個より2個出ますよ。うっし、
ルースやなとか思ってるし、スピードが速すぎる。いや、そう速いとも思ってるし、ルースピーやの、ね、思ってるし、なんか、ね、なんかなんていうんですかね、ビビってるとかよう言われるんですけど、地元でも、ケンポルトン言われるんですよ。おう、ね、ケンポルトン言われるんですけど、全然ポルってへんしね。俺、芯の方からいけるか、芯ポルトン言われてもね、もう全然ポルってないんですよ。芯ポルトン言うて。あ、ケンもポルってないのにね。芯ポルトン言うて。あ、ケンポルトン、お前、ジュグジュグジュグ言うてくるんですよ。ケンプルトンなぁ、ケンプルトンみたいな、プルってないよなぁ。もうめちゃくちゃ言うてんのに、まあ全然ね、俺はいけてるし、まあどこぶらついてもね、ええと思うんすよ。まあどこぶらついてもええと思ってるし、そうですね、ルーシー、しつこいとも思ってるし、あ、でもまあ、ね、移動にはスクッと歩かないと。スクッとね、そらスクッといかんと。はい、歩かないと上がるしね、もう、うん。歩かないと。歩かないと。歩かないと、そら。ディグリながら行ってもいいじゃないですか。そらそうですよ。はい、ディグリながら、ディグリながらやっぱ行くんですけどね。ディグリながらな。はい。うん、まあ、行かなんときは、ね、リンクするべきと思うじゃろ。リンクするべき。無理あるじゃろ。リンクするべきと思うじゃろ。思うよ。でもここっていう時はね、まあここっていう時はね、ここっていう、ここっていう時はね、はい、そうなんですよ。でも二次のパパさんなんでね、ピッチャーずっと言うててもね、もうそんなんもうね、シャバでインテンスを稼いだ方がいいですよね。やっぱもうピッチャーずっと言うててもシャバでインテンスを稼いでいこうって。インテンスな、インテンスやっぱ稼がんと、やっぱ、はい、インテンスでもう稼いでいってからここでもうね、もうね、行こうと思うてまーちゃる。いや、ほんまにね、ヒッサンとチェホン強すぎましたね。なんでなんでヒッサンとチェホン強すぎました。じゃあ、はい、師範ちょっと登場してもらいましょうかね。はい、あ、実は登場していいんですか。わかりました。実はケンちゃんがこちらのダイマスタジオに来てくれてまして、さっきも、はい、はい、ケンティーグラス来てくれてます。師範、いやすごかったな。いや、あれほんま、久富と。あのチェホンのを聞きながら、うん、これはほんまにケンちゃんは震えてるなと思って。ていうか、なくなっていくやん、はい、言われて、はい、なあ、はい、せやな、潰されていくな、ね、バイブスカーテンも潰されたし、そうやで、いや、それはむずい、だから、なんか、めっちゃ長いやつとか放り込んでくるかな思ったけど、長すぎてもわからんなるしな。これだから前の人のもちゃんと聞いて使えるやつがあるかラインか見とかなんかね、ちゃんとね。そう、あるかラインかほんま。だいぶええのめっちゃありましたね。いや、だいぶええの出てた。やっぱ筆さんが、はい、最後の畳みかける感じとか、ディワリディワリと頑張る。ディワリディワリと。ディワリディワリと頑張ります。汗ダックなって。ダックダックなって。ビニム縛りとかね、ああいうのかな、時は縛りやったりとか、すごいな、なんかみんなこういろいろありましたね。考えてたら面白くなってきます。いや、分かる。考えとったらハマってる。そう、だから前回公開生放送で、あの時もでも電話でやってもらったよな、ケンティーにも。そう。ケンティーとチェホンのやつがもう、前回のやつもまたこれ秀逸で。今日ね、間に合えばあれをこうみんなで聞くみたいなね、音源探してほしかったんですけど、俺も言うの遅かったし、
どこにあんのかなって感じなんですけどね、多分どっかに記録はあると思うんで、それいつかね、ちょっとほんまやで、あん時のやつも、はい、はい、よし、ケンティーのやつは何やったっけ、あれ前のあの携帯前回ですかが、ネット、あ、彼女がネット四六時中がネット四六時中、彼女がネット四六時中見てるほんま、全然遊ばれへん思ってね、もう毎日クラブ活動、バトン部、バトン部毎日やってるからね、バトン部連打言うて、バトン部連打よう思い出した、ちょいちょいで、はい、覚えてます、バトン部連打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 、えぐかったです、はい、まさに、ね、まさにでも、もうケンティも最新曲で、あ劇ダジャレ、はい、ね、ハードダジャレ、ハードダジャレ、あれもう現場では結構ね、前からあの、そうですね、こう合間の MC でちょっと、はい、めっちゃ言ってたんですけど、遊びで使ったりしてたやつがもう曲になってまとまってるっていうのもすげえなと思ったけど、あれめっちゃええやんな、ニヤニヤしてまうやん、あれおもろしながら聞いちゃう、でもライブで聞いてても ここのやつの何っていうやつもあるな、ライン的に、はいはいはい、文字で見たいってやつ、はい、わかんないですよね、あれでも綺麗にできすぎてて分かるんですよ、この間ケンちゃんと飲んでて、はい、うん、1個俺マラドーナのマラドーナって気狭いな、内容マラドーナのマラドーナいいっすね出てきたサッカーだじゃねえけどな、それすぐ下やからはい、いうことで、ね、来てくれましたけど、やっぱモーガンは使いたいとこやったよね、やっぱその、はい、まあ亡くならはってあれやけど、はい、うん、タイムリーやし、そうやな、一三言うてましたね、なあ、うん、使ってたな、いや面白かったです、うん、やっぱりこれ、はい、これ最高やなレゲエダジャレほんま何やろ、はい、こうカルチャーとして定着してほしいなほんまな、分かる人がほんまにこう限られてるから、だからおもろいってのもあんねんけど、シンクラカレンジも出たな、今日も出た、はい、ヒッサンとチェホンにもありがとうございます、いやほんま、ね、生でね、わざわざ電話でやってくれましたから最高でした、でもいきなり こっちからかけたらそっからもうスタートですっていうシステムだねもうインしておいてください、はい、ほんまですよ、もうオスカレ・サンチェス言い忘れましたもんな、はい、オスカレ・サンチェスから入る予定やったんですけど、あ、はい、そうですね、もう忘れてました、レディーソーレディーソーチェホンのねあれよかったよね、今日もチェいきなり出だしからあのレゲエ TJ のって言っててちょっと拾いそびれたかもな、それレゲエ TJ のレゲエ TJ のいきなり言っとります、レゲエ TJ やばいっす、拾ってあげれてなかった、ということで、これはもうでも時間もこれダイバラジオいつものように押し押しでもう12時前になってますけども、だからさこれな、うん、レゲエダジャレやからこれやけど、うん、例えばさもうめっちゃロックのバンドの人もこんなラジオとかあるわけやんか、うん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 、いや それこそロックとかね、まあ、ヒップホップの、まあ、レゲエに比べたら多分その認知度が広いやん、うん、ロックのアーティストにせよこう、まあ、機材の名前や、うんうん、かね、うんうん、会場の名前とかちゃうっていうね、うん、それやってほしいですね、ぜひパクっていただいて、うん、それぞれで D がフォーマットとして売り出すから、あ、そうしますロックダジャレ、ヒップホップダジャレ、ヒップホップダジャレとかもおもろそうやねなんか、はい、いけそう、いろいろ、はい、ね、いやでもこうケンちゃんもそうやけど、そういう上手い人がおるから、うん、ここはこれこはこう盛り上がるっていうか、うん、そうやな、うん、だからあの今日お題とかもさ、今日あの大阪の金髪チリチリのカメラマン送ってきてたけど、はい、まあまあなんかこうそれぐらいの感じやよねっていうとこやからさ、はい、大喜利もねちょっと入りたかったっすね、あ、ほんまそうか、はい、めちゃくちゃ入ってもらってなかったな、はい、なんか1個出しとく、え、そうっすね、ボーバーリーが
まあ、墓まで持っていった秘密とは、ディタよりマーシャよりマドンナが好きやった実はそこはやっぱアメリカ、アメリカの、はい、大国に持ってられた生まれたかったみたいな、はい、これ終わり方をね、あんま考えてなかったんですけど、ダイヤマン告知なんかありますか？告知はまあ今日俺はあれかな、紹介させてもらった曲の2曲新曲、もう11時過ぎてるから出てるんじゃない？ほんまや、ミュージックビデオも公開されております。バウンシンが、バウンシンダンサーさんにも出ていただいてね、うん、ビシビシなやつ、はい、ええ感じのビデオ見てください。なんかケンちゃんせっかく来たからなんか、はい、直近のイベントとか何でも生なんで、さっきも言うたけど、あのなんやってってやつが出るんで、マットンさんとの、はい、それはもう出てんの？いや3月20日に出ます。やはい、タイタンと、あの東京のタイタン、早口の、はい、ドートラっていう2曲、ああドートラで、はい、なるほど、出ますね。 SPR、うん、ぐらいかな、はい。まあ、ルーダスカヨカは土曜日、渋谷でチョコレートプラネットの松尾さんと DJ サットさんの主催のイベントで、超全リープ新ルーダスカイウォーカーキーコで、ライブ出ますんで、渋谷の方は、これそうか、チケットそうか、もうこれないんか、まあ万が一のね当日券わかんないですけど、頑張ってきます。そしてその次の日曜日は大阪阿部野に戻ってきまして、バズバーガーさんというハンバーガー屋さんでギタリストのライタとアコースティックライブやります。日曜日、バズバーガー、BH バーガーじゃなくてバズバーガー、違う選手だよ、阿部野にバズバーガー、阿部野や、へえ、バーガー屋さんでアコースティックライブ、その他いろんなライブ僕もありますんでチェックよろしくお願いします。はい、はい、ということですね。ということで、うん、帰ってきたダイヤマラジオ、うん、ボリューム73ということで、もう、3時間ぐらいやっちゃいましたね、ぶち抜きでねえ、最初からというか、まあ、途中からでも付き合っていただいた皆さんありがとうございます、ね、今日は帰ってきたダイヤマラジオ緊急特番スペシャルということで、うん、帰ってきました。そして最初で最後かもしれないというね、このダイヤマラジオまたあるんでしょうかね、なんか俺がセーリング会から帰って、それで帰ってきたらやっぱやりますか、多分ね、あのやってよっていう声があれば、あれば、ね、ぜひやりたいですね、はい、この間何があったか教えてあげるから、どちらって言いましたけど、ダイヤマラジオの YouTube チャンネル一応あって、その過去のねダイジェストも見れますので、うん、それもね、これ次回にちょっと、あの今日もね僕らもいろんな思い出を蘇ってきましたけども、うん、ぜひみんなも、時を超えて面白いと思うんで見てみてください。いや、めっちゃおもろい、なんやろ、ボーリングのやつとかもめっちゃおもろかったからねあったな、英語禁止とか、うん、英語禁止でお買い物みたいな、ぐるぐるバット、あとバッ、あと罰ゲームで僕のスネ毛一部分ないですからね。あ、そうなんだ。ダイヤマラジオのせいでここぽっこりもうスネ毛生えてこないというね、この番組のせいでね短パン履きにくい体にさせられてしまいましたから、責任取ってほしいんですけどね。いや、毛根は殺しに行くから、この番組は誰も責任取ってくれへんまま4年何ヶ月ね、ノーノーと戻ってきてますけど、でもそれはもうあの D を訴えてもらえたらね、はい、こじらせディレクターこじらせディレクター、ね、訴えていただけたら、じゃあこれもう、じゃあ今日はこれをお開きということでですよ。でもあの NG のコーナー一つ大事なコーナー忘れてますけど、もっと中盤でやるべきコーナーほんまや、まあ、今日は詰め詰めやったんでね、ちょごめん一瞬だけやっていい、はい、やりましょうやりましょう。これさやってたんすよ、ダイヤマで。ダイヤマレギュラーの時にやってたね、これ、はい、おやつ食べようみたいなやつね、 NG ヘッドの今日のおやつのコーナー、今日はスペシャルで特番やから言うて、おっちゃん百貨店行ってきたよわざわざ前で百貨店行って、この撮影っていうか、これ来てくれはった、こういうのさ、スタジオの差し入れといえば、あー、これな、シガール、シガール、これ美味しいやつ、これこの世界に嫌いな人おれへんやろ、おらんと思うな、いや、これほんまに、うん、これえぐいから、これちょっととりあえず山口開けとけ、はい、ちょっと、まあ、もうちょっと近くに、シガール、そして
大本命みんなが欲しがる。おお もうなもう番組始まっても3時間とかでちょっともうみんな疲れててんいちいち拾ってくれへんと。いやそれで OK。 それでこれねちょっとケンちゃんもせっかくやから、そちらは何でしょう。これね、うん、説明しよう。おこのなんかクリマルやて、あー美味しそうね。クリマル、はい、ちょっとマロンですね、はい、アンマルクリマル丹波栗のショートケーキかやぶきという。これな大きさわからんやんこれ、うん、でかるな。これクリマル美味しそう。あでかな、南級のいっちゃんちっちゃいやつぐらいでっかい。これをね、ちょっとこれをね固まってんの周りは。パイ生地、パイ生地、あ、これですか、うん、食べます。これをね、食べようと思ってよ、このみんなで。これはあんまるくりまるどっちスペシャルで、くりまるやつって、ね、あ、全部、うん、あ、はい、これをね、あのダイヤマスペシャルってことで、いただきましょう。はい、いただきましょう。いただきます。パリパリ言うてますわ。ごめん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 。これマイクが、ケイちゃんどうですか。うん、めちゃくちゃ美味しいな。これ美味しい。はい、団長は食べたことあるんやな。うまっ。あ、これ食べたかって食べたかった初やじゃ今。はい、クリースはうまい。いただきます。お、うん、おいしい。中にめちゃくちゃでっかい栗入ってる。パイやパイ周り、はい、なんか言うてねえよ。そうやけど、こいつ腹立っちゃう。改めて改めてやんか。おいしい。中にめっちゃでっかい栗、あんこと栗、あんこが薄く中に入ってるね、うん、じゃあこの今回のダイマは、うん、プリマルをいただきながら、うん、ながら中島大正堂ですかね。中島大正堂さんのプリマル、なんか栗がやっぱすごいこだわってるらしい、はい、上品なというか、うん、美味しい。ほんまを切ってくるんですね。多分な、うん、馬山エルピングと、こうこっちだっけ。揃いましたね久しぶりに、はい、このポーズが。いやー今日はもう盛りだくさんで、はい、もうみんなぶったりですけど、うん、ね、3時間もうちょうど3時間です突っ走ってきました大麻ラジオね。ちょっと見応えあったんじゃないですかね、うん、でもあのやっぱりコンテンツのおかげでね、まあ、今日すごい面白かったし、うん、あのファンもいるっていうことが分かったんで、ね、根強い。やっぱりダイマを忘れてない人がこんなにいたんだという気持ちになりましたね、はいはい、なので今日は帰ってきたやけど、うん、もう一回帰ってくるかもよ、うんうん、もう一回帰ってくれた時はぜひお願いします、うん、はい、ということで、うん、今日はもう3時間長々と最後の最後にお茶来ました。最後の最後にお茶が来た。いいですいいです、最高です。温かいお茶、合うわ、お茶合う。これ絶対お茶やで、うん、暑いけど良い、それが良い。これは合います。ぜひお茶と一緒に皆さんも、うん、もう最後何やねん、こんな感じで終わるんですか。そんなつもりじゃなかったんけど、最後締めるとか頑張る気ゼロになって思ったな、その3人ともで。これもうおじさんがおやつ食べてるやつ、終わっていきましょうか、じゃあ。はい、うん、では、長々とやってまいりましたが、ね、こんだけ充実したんで、アーカイブでちょっとずつ見てもらっても楽しいと思いますんで、うまいね、アーカイブでここまでたどり着いた人、うん、お疲れ、サンキュー。ほんまやね。そして、ライブでお付き合いいただいた世界中の皆さん、ありがとうございました。リスペクト。お送りしたのは、エネルギーヘッド、リョーザスカイウォーカー、途中から。
アンド奥でトランクスでした。またどこかでお会いできればと思います。ガヤマ復活するでしょうか。また会いましょう。ガヤマラジオ次回までリスペーピゴピゴピゴ。Yeah man, you don't know a Black Fox said. You don't know, big up to Dariama Radio. Big shout outs to Energy Ed, Easy Rio the Skywalker. Up! Dariama Radio are the best radio. When you talk about radio station, you have to talk about Dariama Radio Station. Energy Ed and Roda Skywalker are the biggest thing in Japan. Big up on yourself, anyone there in Japan. Yeah. Chico Finger representing Dariama Radio. Energy Hat, Ryota Skywalker. Get there, Rossify. Hey, yaga 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 yo. Yo, Dariama Radio. Big up Ryota Skywalker, Energy Hat. Me I say Seda, oh yaga. Dariama Radio are the biggest in this world right now. Play for all the boys and all the girls right now. I know for them I sell them soul. That's why this world I got young in a hole. Mm-hmm. Biggest in this world right now. Every little boys and every girl right now. I know for them I sell them soul. That's why this world I got young in a hole. They don't know that I'm a reader, I'm everything under control. They don't know they got my like trunks. They don't know Skywalker, NGA, for the Lord. Be a blessing. Let it down on the ghetto. I'm a bilan to live long day. And the guns at the echo. Dariama Radio, you don't know that's the number one radio. It's a big up and like strums. I mean, it's the original Skywalker, NGA. You know, this is better than that. You said, God alone. Tell her you don't know Skywalker, NGA. Me see you, sing, sing. Ain't that this your red? This your red, red blood. Blood river, red, red, blood. You know this your red, red blood. I miss the blood river, boy. Lock it down, don't know Dariama Radio. Tell them what one down your herbs. Can't tell Dariama figure plant cassava. You mad. Lock it down, Dariama Radio. Peace to the said. Hear me now, NG head, big up yourself. Chunks, you're large, and you don't know Skywalker. Circle.